落ちましたー、すごーい。ゆっくんおかです、こんにちは。今日はですね、じゃじゃん、幼稚園の2月号買ってきました。なぜね1月号は買わずに2月号を買ったかと言いますと、付録がめちゃめちゃ可愛いメダル落としゲームができちゃうんだって。これはさすがにすごくないと思って買っちゃいました。はい、ということでこちらを作ってどれぐらい遊べるのかどうか実際に試してみたいと思います。ちょっとね、目が腫れてて動物の森で蜂に刺されちゃったみたいな感じになってるんですけど、まあ気にしないでください。おかちゃんタイムスタート。メダルが50枚入ってるんだね。で、電池も別売りなので買うのを忘れないようにしてください。これはちょっと後でやろうかな。じゃあこっちからやっていきます。やっとできた、完成。はい、ということで完成しました。だいたいね1時間ぐらいでできました。中身はこんな感じになっております。すごい完成度がめちゃめちゃ高い。はい、ということで早速遊んでいきたいと思います。まずこの筒の部分を、蓋を閉じます。ここにねついてる重りをここに乗せます。あとは10枚ぐらい上から入れます、コインを。はい、こんな感じで中にコインを入れたら後ろのスイッチを入れます。せーの、すごいメダルゲームみたいに動くようになります。あのね、メダルが出てくるところにお皿をセットして、横からコインをどんどん入れていきます。いくよ、せーの、お、すごい、ちょっとじゃあ入れていきます。お、下の段に落ちた。あ、なんか落ちたよ。
と少し。あれだね、このガシャンガシャンっていうのが前に行った時にコインを落とすといいね。よし、ちゃんと狙いを定めて。あ、落ちました、コインが。お、結構コイン落ちたよ。おお、いいよいいよ。あー落ちた、わーあー落ちた、わーあー落ちた、わーあー落ちた。すごい、待って待って、この重りを落とすとここの蓋が開いて、さっき入れた10枚のコインがバーって出てくるんだね。なんかボーナスタイムみたいな感じで出てくるような仕組みになってます。楽しい。はい、という感じで、すっごい楽しいこれはね、付録のクオリティじゃないぐらいめちゃめちゃ楽しいです。しかもね、ゲームセンターだとお金もかかっちゃうし大変だけど、これなら何回も繰り返しできるし、とても楽しいので、よかったら作ってみてください。はい、ということで今回も幼稚園の付録なのに大人でもとっても楽しめるなって思ってくれた方は、高評価、グッドボタン、いいね、親指押してもらえたら嬉しいです。ではまたね、バイバーイ。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録。